このクソ映画。まあ見るか。これ2015年の映画だって。じゃあ割と最近？7年前やからね。そう、僕この映画の27分ぐらい見たんだけど、1時間で感じた。なんかつまらなすぎてか。マジでどうなってんのかわかんねえって感じ。リアル鬼ごっこです。聞いたことある？いや、まあ聞いたことはあるよ。なんか3シリーズくらいなかった。そうね。一人だけめちゃくちゃ美人ってね。マドンナ的な立ち位置やな。そう、一人だけなんか20代のお姉さんがいるんだけど。どこから枕。あれよ、売犬的な。畳ね。畳、どこでも畳出してくる、あいつ的なやつ。何あれ？黒いの平気だっけ？全然平気。ごめん、正直言うと日本の CG 良くないな。まあそうね。7年前だもんだって。でもスパイダーマン3の CG の方が良くない？そうね。2007年。リアル鬼ごっこってこんなスタートだったっけ？ いや、この前のリアル鬼ごっこの方が興味あったな。そういえばこれ多分5分間ぐらい走るからね。覚悟して。投げー。まだ走ります。まだ走る。足乗せえし。まだ走る。俺の知ってるリアル鬼ごっことはだいぶ違うんやな。僕たちが期待してた7分。え？まだ7分？まだ7分。ちょっと最低でも10分は経ったやろなと思ったけど。待ってね。昔のリアル鬼ごっこ、これじゃないよね。俺のこれ知だ、ってるリアルこ鬼れ、これごっだっこ。たよね。いや、これ、多分これ、多分これ。捕まったら目の前で、そう。電気ショック浴びせられて、そう。まあ意外とアクロバティックな逃げ方するんやな。曲面白かったな、これ、この映画。いやでもリアル鬼ごっこといえばこれでしょ。これだったよね。で、さっきのに戻ると。走る。なんなん、マジでこもうれ。いっす。スキップしてもいい？しよう。5秒。5秒。5秒。はい、これ。1分。なにこれ？チャリティーマラソン的なやつ。いや、わかんない、正直。走るのが遅いんではなく、今回はね、ゆっくりと歩いて遅い。なぜかわかんないが、制服もなんか脱いであるし。あ、本当だ。そうやって歩いて、スキップしていいもん。遅い。全然いいよ。全然スキップしよう。はい、これでもう、こうやって着替えて、綺麗になって、これでゆっくりと歩く。ピンクじゃないじゃん。そこ？いや、だって僕が言った理由はこれ。ほら、あんた今日ピンクって言ったじゃん、こいつ。ああ、確かに。ピンクじゃないやんと思った。恐怖症みたいな。風恐怖症。今何分だった？ああ、十何。あと何分ある？あとね、1時間な、7コンボ練習していいかな？分。ちょっと、また、ちょっと、リアルの猫見よっか。俺らの知ってる方一回見よこれ予告版。そう、う。これだよ。これ。これ。これだよ。あ、リアル鬼ごっこ JK なんだね、これ。秒で7分くらい経ったぞ。7分くらいのとこ行ったこぞ。れ、30秒でここでしょ？うん。このシーンは、11分50秒、ここ。長えって伸ばしすぎだよ。気になるからさ、正体すげえ気になるからさ、真面目に見てみん？一回、喋りながら。ちなみに、ここまで JK の、あれ見てるだけ？僕ね、27分まで見てた。どうだった？死にたかった。なんか、進展あった？全く。 JK がワンやワンやしてだけだった？そう、だって見てね、これ2分間ずっと走ってた。2分間。嘘ついてない、ほら。マジで見んの？見たくない。途中から見ようや。途中で見るね。半分くらい。それでスキップしたら、また変な枕持ってきて。どこでも ちゃう枕。ねん、ドラえもん、ほら。それで学校に戻って授業に入る。なぜか枕。ねえ。こっち。何があった？ちょっと待って、何があった？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 ちょっと待って。なんでやねん。
ちょっと待って。え、もう一回見ていい？もう一回見よう。こっち。かなくん。枕から機関銃？ちょ、一回流し見しようよ、ここから。流しようかな。流そうかな。うん、え？お前かい！お前がミニガン？ディキンソン？お前だけなんで弱えて生き残るんだよ。授業をサボるなって言ったでしょ、ミニコは！ん？これ漫画であったっけ？ちょっと待ってね。あ、これ、こっちだと。これ違うね、スコッチ。いや、でも、これだよね、多分。このシーンだよね。ごめん、何があった？何があった？ごめん、何があった？あったあったあった。ちょっと待って。撃たれそうになって、友達が、暴れる化け物がいて、友達が来て、何が起きた？何が起きた？ちょっと、これ現実なの？花ちゃん。なんすかこれ？ちょっと、なんすかこれ？わかんない。何がどういう映画？これバレるよな、さすがに。足出てるぞお前。足出てるぞテーブルから。もう出とるぞ。何もかもが出とるぞ。いや先生いたろ。仕事しない先生。撃たれた。あ、ちゃんと仕事した。あ、なぜ？もはや言葉は不要だ、こんな。AK プラスチック、これプラスチックやないか、これ。ちょっと待って、これプラスチックやないか。あ、ゴリゴリのプラスチックやで。何が起きてんの？何が起きてんの？風が戻ってきた。風が戻ってきてどうする？また走る。気づいたけどさ、男は？男いないよね。オスがおらんで、この世界。多分この映画ね、多分女性が多すぎて女性の人口を減らそうみたいなことかな。ケイコじゃない？どうしたのよ。名前はケイコになった。あれ？ほら、あんた制服なんか着ちゃって。逆だったらよかったんじゃね。この子の方がミツコさんで、さっきの人がケイコさんによくない？うん、だってこの子の方が女子コースに行ってるやん。そうや、警察車両で移動すか。まあないっちゃないね。何が起きてんのマジで。ちょっと待って。独特すぎ、世界観が。どういうこと、どういうこと。名前はケイコでしょ。ケイコだし、ね、今んとこ。ごめん、個人的にこの子の方が可愛いわ、さっきより。まあそういうこともある。多分ショートヘアのせいかな。いや、目だ、目が綺麗、目が可愛い、目が好き、目がかっこいいし可愛い。早く早く。アッキー。へえ、わからん。な、もうごめん、何？は？結構見てて。帰宅できた？嘘やろ。ちょっと待って、それは嘘やろ。
どうしたさっきまでのスタイリッシュなあれは。こうやってやるんだよって。あ、そういう感じね。そういう感じね。なるほどね。ドロップキックが面白すぎる。あ、ビンタもした。なんでやねん。なんでやねん。なんでやねん。さっきまでの、さっきまでのアサシンみたいなあれはどうしたよ。マジ、ケイコちゃんタイプやわ、僕。レスラーさっきまでのあれどうしたん、アサシンみたいなあの動き、アサシンの動きどこに行った、なんで今なんか WWE ねみたいな動きしてんのマジで。お前プロレスラーのタッグやってるよ完全に。あ、元 AKB のメンバーだったんだ。かわいそうな仕事させられてんな。いきなり誰かの話しめよう。リアル悪意感じるぞ。ね、悪意を感じるぞ。俺こういう新聞記事見たことあるよ。結婚ってこんなにこうなるんだっけ、こんなにアクション的だっけ。なるほどな、これが結婚か。相手は本当に男性なの。結婚これだっけ。はあ、なんかあれじゃない、花束的なやつ持ってんちゃうん、こういう時って、うん、ごめん頭痛くなってる。これで殺したんでしょ、殺し始めて切り切る。ちょっと待って、どこから学んどこで学んだのこれ。皆さん見てください、これがプレデターの動きです。ブラハの先生たちが持ってきた。ごめん、いつからみんな戦うの。ごめんちょっと待って、稽古見つく、まあ、どっちもいいけどさ。パニックってたやん最初から。鬼ごっこってなんだろうっていうとこかな。そうか、そうね、鬼ごっこってなんだろう。あくまでも俺の知ってる鬼ごっこって、あの逃げる側と追う側に分かれて、逃げる側が捕まった場合その人も鬼になるみたいな、ね、笛鬼。会いすぎ。ギルギアやんかこれ。終わった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 。じゃ一応この曲をポーズしとこうか。どういうことな。一緒に逃げた方がよくね。3回目やろ、誰が追いかかってんだろう、誰に向けて話す。うん、それは見せてない。今回あんた誰。泉久しぶりね。泉さん。ええ、なに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 、え、なんで、あ、別人また。はい、はい、はい、後ろ気をつけて。あ、はい、あれでもこんだけ走れんだから行くよ。何起きてんのマジで。頭痛出てきそうや、こんな、ね、この映画夢っぽいってわかるけどさ。いやでもわかる、こういう感じだよな夢って大体。でも何伝えたいのこの映画。それはマジでわかる。あんたがものすごい勢いでどんどんみんなを追い抜いて一等賞取ったのすごかったね。ごめん何の話。知らない話始めやがった急に。実は本当にあったんだ。いいからバックストーリーは。早くギルティギアの BGM 流したいなんて。そう、飽きそう。な、お前何やって、お前が何やってんだよお前。マジでアホか。豚がいるけんだけど普通。こういう時はもう。あ、ギルティギア。あ、ギルティ。何の時間やこれ。ケット。話を続けようか、話をちゃんとね。まあ、あのサイドキックおもろい。あ、この世界から逃げてねってね。はいはいはい。なんかなんとなく鬼ごっこっぽくはなったよな。ここどこ、どこ。ここどこ、こっちや。信用することできねえな。ドロップキック。違う。いや、するやん。その走り方はするやん絶対。ごめんジョン。一旦ギルティギア流しとくか。これなんかミュージックビデオ。ありそうで草。お前どっから来たの。早くギルティギアの曲流したい。
流したい。流したいね、ここまで来ると。ここまで来るとアクションシーンが来たらな。そうそう、行くか。どうやって、ね、まだまだ。どうやってね、まだ。ミュージックビデオだわ。万能すぎやろ、ギルティギア。この映画いけるやったらどこでもいけるで。おもろ。この映画おもろ。ゲルティギアのわけだよ、それ。これを見て。ごめん、は？私を引き裂くの。いけない。ごめん、なんでやねん。手が見えなかった。手どこ？恐ろしく早いな。恐ろしく早すぎる。恐ろしく早い平手打ち。早っ。俺も見逃したわ。早っ。でもそれはそうなるで。役者さんもさ、絶対びっくりしたはずでしょ。それはそうなるで。役者さんも。どこ？今回男性みんなデビやないか。何これ？映画のポスターじゃん。なんでお前いるんだよ。もったいねえな。せっかくいい役者さんなのにさ、なんでお前いるんだよマジで。しかし驚いたよ。よくここまで来れたよな。これがナンパのテクか。覚えとこう。BGM 待機？待機してるよ。アクションシーンまた来るかな。いや来るんちゃう。来てほしいよね。いやもうここまで来たら来てほしいわ。これなんかアケコンで使ってるぞ。ギルティギア、これもしかして。多分それ開け込んでできるゲームじゃないと思う。ゲームの人がこっちに来てるんだよね。すごいよね。何ここあゲームのキャラクターとエッチすること。脱童貞ですか。枕で殺す気。殺しやがった枕じゃ人は殺う。殺しやがった。自殺して自殺して自殺して。え？ん？あ、エンディングテーマいいね、この映画。いい曲や。What I can say is that this movie is a literal fever dream full of symbolisms.No matter who you are, as long as you're a woman, you're all the same. They feel like the males or pigs are just objectifying them and, you know, as entertainment. Some people said that this movie also represents how cruel the society is in Japan to gay people. So cruel to both male and female, you know, gay people, resulting them in suicide. It's actually true. It's pretty cool to be gay here. Really, it's a pretty heavy shit, that kind of stuff. Overall,The movie was not good for us. I would say it's a 3 out of 10. If they wanted to make a really good movie about this cruelty in Japan and they want to send a message, they could have done better. Although, when the movie is with the Guilty Gear soundtrack, it makes it a 7 out of 10.